高柳大輔調教師に帝王遣隋についてお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は休み明け、はい、帝王省から間が空きましたけど、中間の様子を教えていただけますか。はい、休み明けなん立ち上げは少し透明感が残って鈍い感じがしたんですけど、そこも考慮していつもよりも追い切りも合わせ馬を中心に行っていって、どんどん調子は動きも調子も上がってきてます。これまでよりもしっかり負荷がかけられてるなという印象だったんですけど。はい、そうですね。今まであまりこう精神面が弱かったんで合わせ馬は少なかったんですけど、はい、今回はもうしっかり合わせ馬をやってますね。随分こう精神的に落ち着きが出たというか、はい、そういった感じなんですかね。そうです。毎年毎年どんどんこう休みやこう夏を過ぎて帰ってきた時はおとなしいんで、はい、僕らも心配になるんですけど、はい、おそらく大人になってるんじゃないのかなとは思ってます。まあ、その分しっかり、並走調教含めてやれているというところですね。はい、思った調教できています。仕上がり動きはいかがですか。はい、仕上がりもいいですし、動きもいつも通りの動きをしてくれるので問題ないと思っています。まあ、休み明けになりますけれども、力は出せる状態には持ってきている、はい、ということですね。はい、で、まあ、前回の表情3着でした。はい、このレースを振り返っていただけますか。いつも気にしているあのゲートのところでちょっと失敗をしてしまって、自分の取りたいポジションも取れなかったんで、はい、県図にしてはスムーズな競馬ができなかった、自分の競馬ができなかったかなとは感じました。近くで負けているとは思ってないです。それでも3着に走れてるっていうあたりが、はい、まあ、まともだったらという。そうですね、普通にゲート出てくれたらこればっかりは、はい、その時にテンションがいろいろ変わらんでくれて、はい、はい、まあ、盛岡の JBC クラシックですね、はい、昨年勝った後、まあ、少しこうあと一歩というんですかね、はい、という競馬が続いてますけど、はい、力が衰えたとかそういったことは、はい、なさそうですかね。感じないですね。まあ、スムーズに競馬ができれば十分に、まだまだやれるという感じですね。はい、まだまだやれます。はい、でまあ、今回ですけれども、競馬場が大井の 2000m ということになるんですけど、はい、この点についてはいかがですか。大井で、まあ、買っているんで、まあ、合ってないとかそういうことはないと思います、うん、競馬場が合わないとかっていうのは距離もいいと、はい、点になってると思うんで、うん、は心配なところはもう本当にゲートだけですよね。はい、うん、先生、このゲートの点についてなんですけど、練習など行われてるんですかね。はい、もう毎回しっかり入念にやってるんですけど、はい、うん、もうここトレセンでは環境を変えたりいろいろやってもおとなしいんで、はいはい、本当に本番だけなんですね。本番だけですね。はい、だから競馬日程そのゲートの中で、はい、きちっと中立できればできれば、うん、うん、そういう意味でもテンション的な、ね、ね、はい、もう本当に大人になってるんで、なんとか我慢してくれたらなと思います。はい、ということですね。まあ、JBC クラシックですけど、まあ、当然メンバーは揃うわけですけども、はい、うん、まあ、この力関係的なものはどうですかね、先生からご覧になられて。まあ、当然、ね、前走勝った馬とかも出てきますし、はい、新しい馬も一緒に走ったことない馬も出てくるので、はいはい、心配なところはあるんですけど、まあ、ケインズはもうそれでも、はい、いいパフォーマンスをしてくれたら、まあ、まだやれる力があると思います。最後になりますけれども、抱負をよろしくお願いします。はい、まだまだ馬は走れるんで応援よろしくお願いします。放送期待しておりますので、はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。